新釈諸国話は、太宰治の作品集、12編の短編からなる。1945年1月27日、生活者より刊行された。定価は2円60銭だった。井原西鶴の著作に取材し、太宰独特の趣向を凝らしている。太宰は、冒頭の判例で次のように述べている。私の西鶴、とでも振り仮名をつけたい気持ちで、新釈諸国話という題にしたのであるが、これは、西鶴の現代訳というようなものでは、決してない。西鶴は、世界で一番偉い作家である。メリメ、毛髪さんの諸秀才も遠く及ばぬ。私のこのような仕事によって、西鶴のその偉さがさらに深く皆に信用されるようになったら、私の貧しい仕事も無意義ではないと思われる6、浦河の雑誌掲載時のタイトルは新釈諸国話だった。端書きの部分は後に本書の判例として用いられた。7、義理の雑誌掲載時のタイトルは武家義理物語だった。8、女族の雑誌掲載時のタイトルは髭工の大臣だった。11、妻の津島道子は、遊興会は、起源という作品を改題、書き改めたものではないかと憶測している。起源の掲載誌は、現在も不明である。ありがとうございます。